こんにちは、店長の岡部です。いきなりお見苦しい格好で登場してすいません。今回はずっとやってみたかったルックブックに挑戦してみようと思います。テーマは5つ。夏、大人のメンズカジュアル、1週間コーデ、ミニマリスト、難しい着方なしです。ミニマリストっていうのがポイントで、今回使うアイテムは10個に絞りました。僕個人的に10アイテムだけで着回すならどれを選ぶか、真剣に厳選しました。先に言っておきますが、今の自分の好みがめちゃくちゃ反映されています。賛否はもちろんあると思いますが、ぜひこれからの本格的な夏シーズンの参考にされてみてください。まずは今季外せないカーゴパンツを使ったコーディネートです。トップスにはややゆったりのシンプルな白 T、 足元をサンダルで印象を爽やかにしています。バッグやアクセサリーなんかでワンポイントつけるのもおすすめです。デイ2はスポーツカジュアルで、洋服を暗めの色で統一することで足元のニューバランスのグレーが引き立ちます。T シャツ、短パン、スニーカーだと通常子供っぽくなりますが、 T シャツのサイズ感とカラーで大人っぽく見せることが可能です。 Day 3はシャツを使ったコーディネート。緩めのカーゴパンツはかなりカジュアルなアイテムなので、シャツ系のアイテムでドレスの要素を足してあげるとバランスが取りやすくなります。足元はサンダルで抜け感を出します。シャツの前を留めてるのでちょっときっちりした印象です。Day 4は短パンにシャツを合わせたスタイル。今度はシャツの前を開けて着ることでラフな抜け感を演出してます。トップスを重ね着したことでボリュームが出るので、足元はサンダルで軽やかにしています。Day 5は最近注目のポロシャツ。普通のポロシャツを選んじゃうとおじさん化してしまうので、ややゆったりしたシルエットを選びましょう。色は黒を選んどけば間違いありません。足元はスニーカーよりもサンダルで、ちょっと上品な大人っぽさが出ます。 Day 6は白 T に短パンの爽やかお父さんスタイル。白 T は透けるのを嫌う方も多いですが、ややゆったりめのサイズを選んどけば肌に張り付かないのであまり透けることがありません。気になる場合は中にタンクトップを1枚入れておきましょう。最後は振り切って思いっきりアメカジのスタイルです。結局僕たち世代が好きな格好はここですよね。サイズトレンドさえ押さえておけば、やぼったさもなくおしゃれ見えさせることができるので、ぜひ挑戦してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回初の試みとしてルックブックに挑戦してみました。1週間分の夏のコーディネートですね。
10個のアイテムだけで組んでみましたけれども、まあ、これだけのですね10個だけのアイテムでも意外に1週間コーディネート組めちゃうんですよね。もしここにさらにアイテムを追加したいって思われたら、おすすめなのはパンツです。パンツを1個増やせばトップスは4種類あるので、単純に4つコーディネートは増えます。トップスを1枚増やしてもパンツ2つしかないので、2つしかコーディネート増えないですよね。ワードローブを1個増やしたいなと思われるならパンツを増やすのをおすすめいたします。夏のですねメンズのコーディネート単調になりがちなので、こういったコーディネートの仕方をですねぜひ参考にして秋に向けてファッションを楽しんでいっていただければと思います。それではちょっとお見苦しい格好で申し訳ございませんでしたが、30代以上の大人のミニマリスト1週間コーデでした。この動画がいいと思われたら、参考になったと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。